警官詩人へテニスン初代テニスン男爵、アルフレッド・テニスンは、ビクトリア朝時代のイギリスの詩人。美しい素地と韻律を持ち、日本でも愛読された。リンカンシャー州サマズビーに、牧師の子として生まれる。1831年まで、ケンブリッジ大学に学び、1827年兄の、チャールズやフレデリックと共に、詩集、ポエムズ・バイ・ツー・ブラザーズを出版したが、 単独の詩集、ポエムズ・チーフリー・リリカルは、ジョン・キーツの影響を示している。ついで1833年、シャロットの容器を発表したが告評され、以来10年間沈黙する。1832年に、学友のアーサー・ヘンリー・ハラムと大陸を旅行するが、その翌年に、ハラムが急死し、強い衝撃を受けて、彼を弔う調子、インメモリアムを書き始め、 十数年にわたる事故の思想の成長も織り込んで1849年に完成させた。友人の死と進化論によって揺れ動く信仰を歌った死であり、女子は強気神の子、口の愛をとして賛美歌275番に収録されている。1842年、ポエムズ・バイ、アルフレッド・テニスンでなお、なし1845年に年金を授与された。 1847年に、ジョジシ・ザ・プリンセスを発表し、1850年、ウィリアム・ワーズワースの後継者として、警官詩人となった。この年に結婚している。1855年、もど、1859年から1864年に、かけて、アーサー・オーデン説に取材した、国王牧歌や、哀れな水夫の物語詩、イノック・アーデン。 ロックスリー・ホール・シクスティ・イヤーズ・アフターを発表し、1884年にはテニス男爵に除せられた。1889年の端子、サスを超えては、自生の歌として名高い。1892年に死去し、ウェストミンスター寺院に埋葬された。葬式では愛称した、賛美歌、聖なる、聖なる、聖なるかなが歌われた。次男、ハラムが釈意を継いだ。 現在、テニスン男爵の爵位は6代目のデイビッド・テニスンが継承している。渡辺正夫、科学者とキリスト教ブルーバックスケアンズ、キリスト教全死命の言葉者。ありがとうございます。